現在作中最強のヴィラン、シガラキを相手に白熱した最終章が展開されている僕のヒーローアカデミア。ヒーローとヴィランが己の正義をかけ、それぞれの場所にて戦闘中でございます。現在のメイン舞台は天空の棺、空飛ぶ雄英高校です。その戦いは作中最強クラスの主人公緑谷出久が現着するまでシガラキの攻撃を食い止める戦いでした。その場にいるメンバーが全力でシガラキにぶつかる中、ついに出してはいけないはずの死亡者が出てしまいました。たとえ命を懸けても勝たないといけない。それが爆豪勝樹であり、彼の憧れたナチュラルボーンヒーローオールマイトの勝つ姿でした。そのカードはいつも肌身離さず、ある時はズボンのポケットに、ある時は胸にしまってたようです。そんなしまっていた憧れを素直に表に出した瞬間の出来事でした。ナンバー362 Right Face to Rain。 プルスルトラどうもサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は最新話の動画になります。ジャンプ本誌の内容も含むためネタバレにはご注意ください。では早速いきましょう。作中最もメンタルが弱い男、サンイーターが見せました。彼の個性再現は食べたものを具現化する個性でした。それはサイズ改変、特徴自由選択、複数同時再現が可能で、その神髄が混成体化。過去にキメラ・クラーケン、キメラ・ケンタウロスと様々な食べ物を組み合わせた必殺技を披露しました。そんな彼の最終奥義とも言うべき混成体化の進化、それは再現に時間がかかるだけ、とにかく再現して高威力のものを。それが混成体化プラズマキャノン。かっこよかった。この波動砲が失敗すれば負けという絶体絶命の状況の中で、しがらきの今日をつくことができた最大のチャンスでもありました。そんな状況でも彼がプレッシャーで押しつぶされなかった理由は、まばゆい光の言葉だそうです。彼のインターン先のヒーローファットガム、明るい後輩のレッドライオットとリアルスティール、そして親友の東方ミリオ、かつてみんながくれたあったかい言葉は自分にとってハードルでもあり、それを受け流す方が楽だったそうです。確かに彼は褒めてくれた相手を褒め返したりして自分への期待を受け流そうとしていました。でもそれはハードルなんかではなく、背中を押してくれる宝で、これをバネにまた強くなれる、また戦えると考えることもでき、あったかい言葉を掛け合うことは自分にもこうやって返ってくるんだなと思わせてくれました。ですがそんな感想もつかの間、オールマイト級ヴィランにはやはり届かずというところ。まあこれでビクともしなかったら終わりかなというのが前回の感想であり、もうどうすればいいのかなと思っていたら爆豪さんが立ち上がりました。そんな最新話でした。彼はなぜ一人で立ち上がったのか、いろいろ理由はあるんでしょう。一番の理由は、自分がデクの親友だと勘違いされているから。そのせいで爆豪さんはフルボッコにされてきました。しがらき目線は UA ビッグ3ですら眼中になく、めっちゃうざいから殺すという選択でした。なので爆豪さんだけ戦闘不能にできたらよしというのがしがらき目線です。だから自分一人で立ち向かう必要があった。そんな爆豪さんですが、もう一つ大きな理由があります。それはシンプルに勝たなきゃな、出久、これです。この話はおそらくナンバー62爆豪勝樹オリジンからでしょう。この回は期末試験でデク&爆豪 VS オールマイト戦の中、爆豪がなんかすごい焦ってむやみにオールマイトへ勝負を挑み続けた回でした。この焦りとは何だったのか、緑谷出久の急成長でした。雑魚で見下していた奴の成長過程をどうしても認めることができない、否定したい、そんな爆豪はデクにとって当然嫌な奴でしたが、憧れでもありました。その憧れは爆豪の泣きながら勝つ姿ですが、爆豪はデクの力なんか借りるくらいなら負けた方がマシだと語ってしまい、デクに殴られてしまいました。勝つのを諦めないのが君じゃないかと。そして爆豪は泣きながら自分一人で勝てないという自分の弱さを受け入れ、デクと協力し最終的に勝利しました。つまりこの最新話は自分の弱さと向き合った結果、一人でオールマイト級のヴィランを、オールマイトを一瞬超えてしまった回でもあります。彼が全面戦争で見つけたクラスターという覚醒は本当の覚醒ではなかったという最新話。ここでは汗をため弾として起爆することには汗玉が外に出ようとする副作用がありました。これは汗が生理現象なので体外に出ようとするのは致命であり、そのせいで体中から汗が出て爆発を始めてしまった。その覚醒をデクにつなげてくるから、まあ堀越先生は天才なんです。これは自称しながら高威力の攻撃を繰り出す技について、それはかつてのデクを彷彿
させます。ここで爆豪さんがイメージしているのは屋内対人戦闘訓練や体育祭でしょうか。まず前者は爆豪勝樹の最初の挫折です。ナンバー10折れろ爆豪、ナンバー11スタートライン爆豪の雑魚のデクを強さでねじ伏せ、完全否定することだけを考えていた爆豪はデクに右の大振り攻撃を読まれデクに敗北しました。そして爆豪は涙を流しながら雄英高校で一番になることを誓いました。かなり重要で印象深い回です。デクがボロボロになりながらトドロキ君の弱点を見つけたりしてきました。そんなデクが歩いてきた道を振り返りながら爆豪さんはデクに追いつけるのか尋ねておりましたが、精神的にも肉体的にもようやくデクの横に堂々と立てるようになったと言えるでしょう。その見た目はかつての映画第2弾で爆豪さんが見せたワン・フォー・オール 100% の目でもあり、これが彼の到達点なんでしょう。そんな全身爆破は多くの読者が求めていた一つの形でもあり、戦うにつれてその自傷ダメージも少なくなるし、映画第2弾のような異常な活躍だったりとこっからだったというわけですが、覚醒の副作用が死に至る可能性も爆豪さんなら気がついていたでしょう。やはりオリジンと命を天秤にかけ憧れが勝ってしまったわけです。僕小三治は後悔しない生き方が大事だと思っているので、爆豪さん的にも最善な選択なはずです。爆豪さんに似ている先代がまた来ました。今度は死柄木の記憶です。どんどんハードルが上がっていきます。彼は爆豪さんと似ているポジション、過去と未来をつなぐ対比の関係という重要なキャラです。未だに個性すら明かされない2代目継承者、通称リーダーはかつてのオールフォーワンの前世紀にオールフォーワンを圧倒していたことになります。そして2代目継承者も何かしらの理由で道半ば倒れてしまった、そんな可能性があるかもしれません。だからオールフォーワンはその苛立ち、焦り、トラウマを払拭できなかった、そんな過去があるからオールフォーワンはワンフォーオールの継承者をひたすら踏みつぶしてきた。それはワン・フォー・オールが魔王に挑戦する勇者という権利があったけど、今たった一人の目の前のモブに負けそうで焦っている、なぜか苛立っている、要は昔の爆豪です。かつて爆豪もモブにイライラしていました。つまり爆豪さんもデク側に立ったと言えます。爆豪さんは覚醒した個性のせいで心臓が爆発してしまいました。それは精神世界で自分に正直になった瞬間、そうサインが欲しかったと、これもデクと同じだったと、デクと同じようになれた瞬間の出来事。そんな精神世界は自分のオリジンであるオールマイトと向き合っていたような場所でも、胸にしまっていた憧れは爆発と一緒に飛び出してしまった。なかなか秀逸という一言で片付けにくいラストでした。その状況に唖然する面々と爆豪夫妻、この上ない描写でしたが、早すぎる爆豪さんをサポートできなかったプロヒーローの限界、デクがいない状況で命を懸けざるを得ない、命を懸けてしまった爆豪さんの判断、まあ勝たないといけません。爆豪さんの憧れ、オリジン、原点があります。今後彼が復活できるのか、そちらの考察も後日投稿させていただきますので、この動画の高評価をして応援して待っていただけますと、めちゃ早く投稿できるように頑張ります。またコメントで皆さんの復活予想も待っています。現在気象の変動が起こっているようです。おそらく関西でのエンデバーのプロミネンスバーン、中部地方にある雄英高校でのプラズマキャノン、関東でのダビのプロミネンスバーンや轟くんの角色熱源、これらが原因でしょう。そして雨雲と言いますと雲行きが怪しくなったという意味で普通は取られがちです。確かに死柄木もこの先は僕らの物語だと高らかに口にしていたり、タイトルにもライトフェイストゥレインなので悪い方向に行きそうですが、僕小三治はそう思いません。天候を変えるとはオールマイトの象徴でもあり、デクがようやく来る意味合いが強いと思います。今回はなかなか難しく未だに消化しきれない最新話でした。爆豪さんはたくさんの涙を流し、自分と向き合ってきたおかげでようやくみんなから認めてもらえる、そんなヒーローになれたわけであり、強さも申し分なかった。こっからでした。死んだら元も子もない反面、憧れからの強い後悔、それこそ一生負い目を感じるかもしれない。道半ばで倒れることの難しさを深く考えさせられました。次回以降のヒロアカはどうなるのか、デクへの期待が大きくなります。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。シンソーガーバイバイ。